このレストランとこことここ行くとか、スーパーにあるお菓子は全部食べて、痩せたい痩せたいって言いつつも食べちゃうし、これがもう私の最大12キロ以上増えていた時期なんですけれども、死ぬ時ってこんな感じなのかなとか思って。こんにちは。動画を見てくださってありがとうございます。みんなで健康にハッピー、ボディメイクコーチのエイミーです。普段はみんなで健康にハッピーをテーマに3つのことをメインにやっています。まず1つ目は SNS、 健康のために体を動かしたいなとかボディメイクしたいなっていう方に OK と思って SNS を配信しています。2つ目はオンライン教室、私は1人で YouTube を見て10分動画だとしても1分で諦めちゃったりっていうタイプなので、一緒に楽しんで継続しようぜっていうことをやっています。目としてはもうすぐ結婚式があるかなとか、短期的な目標に向けて一緒にやっていくっていうパーソナル、この3つをメインに活動しています。この活動理由をお話をさせていただきたいなと思います。本当に食べるの大好きで、遡ること小学校の頃から太っている時期もあって、中学高校大学痩せたい痩せたいって言いつつも食べちゃうし、それがすごく嫌でイライラしていたりとか、つまり万年ダイエッターです。初めての就職先でのことですね。本当に食べるの大好きで、社会人になって歓迎会だったり新しい出会いがあったりして、食べるのが楽しくって、どん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 体が大きくなって、当時はブーちゃんと呼ばれていました。6年働いた後に海外留学したいなって思って、オーストラリアのメルボルンに行くことを決めます。食べるの大好きな私が海外に行ってしまったもんだから、このレストランとこことここ行くとか、スーパーにあるお菓子は全部食べて、この観光地行ったらこの食べ物を食べるっていうのをリスト化していってたので、それを達成するのがすごい楽しくて、これがもう私の最大、今から12キロ以上増えていた時期なんですけれども、こんな前向きに話してますけど、当時は体重を測って普通に2キロ3キロって主食の中で増えちゃうとガーンってなって嫌な思いにふけてしまったりしていて、本当に今思い出しても泣きそうなぐらいすごく悩んでた、そんなのが結構長いこと続きました。オーストラリアで私は素敵な男性に出会ったんですね。で、日本に帰ってきて東京で同棲をすることになって、私は痩せたい痩せたいって言いつつも、クッキーとか毎日1袋食べるシーンだったら3つ食べちゃったりとか、ポテチも 180g あるやつを食後にペロッと食べてたりしていたので、それをね見ていたカズマから、ちょっと食べ過ぎじゃない、やめた方がいいんじゃない、香港と言われて、確かにそうだよなぁと思って、ダイエットもしたいし、たくさん摂りすぎているお菓子を断つっていうことを始めました。お菓子を断つのはすごく大変だったんだけれども、日を追うごとにちょっとずつ慣れてきたんですよね。それが当たり前になってきた頃には、じゃあちょっと健康的な夜ご飯にしてみようかなとか、やれることを増やしていこうっていう感覚になれたんです。万年ダイエッターの時みたいに頑張ってるっていう感覚なしに、スムーズに体重も落ちて健康になれたなっていう初めての体験をしたのがその頃でした。どんどん私の中で健康志向に変わっている中で、活動の理由の一つにもなるハプニングが起きるんですが、母親からよく電話がかかってきて、最近お父の体調悪いらしい、病院行くのも仕事忙しいし後回しにして、もうちょっと頑張ったら会社の健康診断もあるし、そこまで待ってみようかなって言ってるけど、ちょっと心配なぐらい結構体調が悪そうだと聞いていて、それと同時に、なんとね、カズマにプロポーズされたんですよ。しかもね、素敵なプロポーズをしてくれたんですよ。で、その顔合わせというか、父親と母親にカズマが挨拶に来てくれる日と、夫の健康診断の日が一緒の日で、移動して向かっている最中に妹から LINE が来て、夫が膵臓がんかもしれないってLINEが来たんですね。膵臓がんだけはなんか聞いたことがあって、がの前勤めた会社の大好きだった先生が膵臓がんになって、すごい
早く亡くなったっていうのを聞いていたので、死んじゃうかもと思っていろいろ想像して泣きながら名古屋に帰ったんですけれども、私も東京で働いていたので東京に帰ったんだけれども、その間にね、妹とか弟とかお母とか病院に行ったりセカンドオピニオン聞いたりして、毎日電話して経過を聞いたりしていて、膵臓がんですね、しかもステージ4ですって言われて、でなんかもうやることがないみたいな感じで言われちゃって、私も仕事どころじゃないって言ったらあれだけれども、仕事も大好きだしね、大好きなお客さんもいるし大好きな先輩もいるし、でね、会社どうしようって思ってる時にカズマから聞いてくれたんですよ。名古屋帰るって、俺も一緒に行くからねみたいな。じゃあもうこれは覚悟を決めてすぐに先輩に言わなきゃって思って話したら、もうそんないいからすぐ行きなって、一緒に泣いてくれて、お父さん良くなったら帰ってきてくれていいから在籍してなって給食をさせてくれたんですよ。名古屋に帰らせていただいて、弟ずっと一緒にね過ごすわけなんですが、結局ねステージ4で、お父の状況から言うと余命は半年だって言われてたんですね。それが8月のことかな。結局年を越せず天使になりました。で、実はね、その闘病生活の時に一番辛かったのって弟だと思うし、一緒にいた母もきつかったと思うんだけれども、私は当時睡眠障害となんか軽いうつ病みたいな感じで病院通ってたんですよ。弟が亡くなってからもそんな日が続いて、で結構引きこもりだったんですね。それで見かねた夫が、体を動かしてみたらみたいな感じで、ホットヨガのラバに予約をしてきたんですよ。勝手に今の活動につながるんですけれども、ラバに予約をしてくれて行ってきました。その時の感想としては、なんかすごい私は久しぶりに自分時間を過ごせたというか、無になって体を動かす心地よさを知ったりとか、本当に終わった時に、そうかいみたいな、最高ってなって、忘れられないのは最後のシャバーサナのポーズ。あ、弟ってこんな感じだったのかなって思ったですよね。体をいっぱい動かして、ほかほかで、だけど、横になって、脱力してるから、なんか体が動かない感覚で、だけど耳とか肌の感覚とか研ぎ澄まされていて、全部感じるんだけれども、なんか体と心がバラバラな感じみたいな感覚を人生で初めて味わって、死ぬ時ってこんな感じなのかなとか思って、いろいろね、想像して、何よりもこの体があることって感謝だなと思って、体も心もね、その日にヨガに続行になったの。誘拐をしたわけです。で、私は続行になって本当に週少なくともに3とかは行っていて、まず続けて1ヶ月経った頃に母親から足綺麗になったねとかお尻も上がったねって言ってもらえるようになって、自分では正直わかんないんですけれども、体がちょっと柔らかくなった感覚があったんですね。面白いと思って続けたら、あれ忘れちゃった、2ヶ月目何が起こったかな。食事は一切変えてないのに体重が1キロ落ちました。万年ダイエッターだった私は毎日体重を測り続けていたので、この1キロは日々の変動ではなく確実に体が変わったんだなと思って本当に嬉しかったです。びっくりしました。3ヶ月目はもっともっと柔軟性がアップしたので、時間を短縮しても、あ、筋肉痛きたっていう感覚が味わえるようになってきました。4ヶ月目にはこれめちゃめちゃ驚いたんですけど、私すごい低体温でいつ測っても35度前半とかで、夏でも冷え冷えだったんですよ。だけどずっと暖かくって、7度前半の時があるぐらいすごい体ポカポカで、体温が上がったのを感じたのはこれすごい驚きでしたっていう感じで、毎月毎月本当に面白い変化があって、体作りの面白さを知ったきっかけがここラバ
との出会い、それと並行にインスタグラムをかまぼっていただいたらわかると思うんですが、ちょうどヨガを始めて1ヶ月経ったぐらいの体柔らかくなったなっていう時から、毎日なんかポーズ1個取ろうと思って投稿を始めたんです。自分の記録よ、いつか体もっと変わるんじゃないかという可能性に盛り上がっていたので、それをアップしていたんですが、毎日上げていたら始めたばっかりの方とかヨガの先生とかがすごい私も頑張りたくなる、応援してるとかって言っていただけるようになったり、なんか本当に、まあ、SNS ってこんなつながり方があるんだ、楽しいなって思わせてくれたり、続けている中で私もさっき話した通り体の変化を感じていたので、そういう発信もしていたら、ダイエット今してるんですけどおすすめのポーズありませんかとかって聞かれたりするようになってきたんです。私自身このポーズここに効くとかすごい分かるようになってきたので、誰かのためになるのであればぜひねおすすめしたいっていうのあるからと思って発信を変えていきました。したらね、もうどん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 フォロワーさんが増えていったんですよ。そうしたらみんなに体が変わってきたよっていうコメントもいただけるようになったりとかして、過去にねダイエットに成功させて今の体重に持ってくることができた経験もある、ヨガを始めてまだ初心者だけれども自分が効果をかなり感じていて、体としても変わったっていう実感があるから、ダイエットで悩んでいる方もお力になれたらなと思うようになりました。その最初にさせていただいた方ものすっごい綺麗になって、痩せただけじゃなくて骨格も整うし、お腹もぺったんこ、お尻もアップして本当に綺麗になったんですよ。本当に私はそれで自信がついて、その後もちょっとずつ経験を積んで今に至るって感じですね。だから何が言いたいかって、みんなボディメイクできるよっていう話ですね。私もたくさん食べ過ぎちゃって自分にイライラしたりとかなのに食べちゃうしっていう経験もあった私が、今すごいボディメイク楽しめているし、父親が亡くなったり人生最大の悲しみに触れましたが、こうやってね復活して健康な体ってすごい大事だから、本当にね、父親が命を持って健康の大切さを教えてくれたっていうか、今のボディメイクコーチをやっているのも、痩せたいって思っている方をサポートしたいって思ったのもそうなんだけれども、何よりみんなの健康と幸せを願ってようになった。父親が体調を崩して一人じゃないなって思ったんですよね。会社の人に一緒に泣いてくれる先輩がいたり、何より家族がそばにいるし、一人じゃないって思えるのもやっぱり健康な体があってこそ、やっぱ繋がってくれるみんなが元気であってほしいなって、楽しい時間を過ごしたいなって、だからみんなで健康にハッピーを掲げているんですけれども、きっとねボディメイクコーチの動画を見てくれているっていうことは、ボディメイクにちょっと興味があるなって思ってくれださってると思うんですね。再生回数の人数分仲間がいて、みんな大丈夫できる、だって私はマイナス12キロになるだけじゃなくて大天使もすごい出っ張っててボヨンってお尻の下に出てたりとか、まあ、肩甲骨めちゃめちゃ動く、みんな言ってくださるんですけど、カッチカチだったんですよ。多分すっごいもっこりしていて、それも本当になくなって、同じ体重だけれども首周りが柔らかくなったことによってフェイスラインとかもスッキリしてきたなって思うし、プラス12キロあった私でもこれまで変われたし、人生最大のハプニングも体を動かすことによって私が生き返れたという、本当にあったかいみんなに囲まれてすごく今幸せで、一緒に体作り楽しめたらなと思います。 SNS でも本当に私がおすすめって思う動画をアップしていきますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいですし、やったよって言っていただけると私いいねしに行くので、コメントいただけたら嬉しいです。オンライン教室もやってます。 SNS ね、見てできちゃう人はそれでぜひやってもらえたら絶対変わる、それで変わったっていうメッセージもたくさんいただくので気づいていただけたらなと思いますが、一人じゃ頑張れないという方ぜひエミファミリーになってください。本当に温かい方ばかり、みんなで一日頑張った後に集合して体をほぐす時間っていうのはすごく幸せで、お腹痩せしたい、ヒップアップしたい、そういうのもまずはねしなやかな体にしていくっていうところもベースだし、それよりもまずは健康にっていう方
どうしても一日ね頑張った体ってすごく緊張状態なので、夜寝る前にねほぐしてあげるだけでも本当に睡眠が深くなったりとか心地よく朝を迎えられたりするので、健康になりたいなって思ってる方も大歓迎です。お待ちしてます。あとはね、私が何度も言っているみんなで健康にハッピーっていうところなんですけど、健康を極めればボディってすごい綺麗になると思っているんですけれども、もしね周りに一緒に健康になりたいなっていうご家族だったりお友達だったりっていう方がいたら、一緒に参加していただけたら嬉しいなって思います。そばにいてくれるだけでその継続力っていうのもアップしたり楽しみになると思うので、誘って入っていただけたら嬉しいです。あとね、パーソナルはねありがたいことにちょっと今枠がいっぱいなんですが、エファムメンバー限定にはなりますがご使用させていただきますので、楽しみにお待ちいただけたらと思います。今こうしてみんなとつながれたことがとっても嬉しいです。ありがとうございます。最初に言うの忘れたかな、私以前の動画で、ね、1年後に1万人を目指すと言って、今ありがたいことに 4.9 万人も、そしてねインスタグラムはねなんと13万人で、 TikTok も6万人で、本当にありがとうございます。もうとっても嬉しいです。ありがとうございます。またね私もねおすすめのものいっぱいあるのでアップしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。ということで今日は以上とさせていただきます。みんなで健康にハッピーということで、またねちょっと待って、一人で喋ってんの、バイバーイ。